ケイジです。今日はなんと記念すべきバックトゥザフューチャー2の日です。っていうのはですね、1985年からタイムトラベルで今日来た日なんです。今日2015年10月21日今日の、4時、もう来るんですよ。まだ来てないんですよ。まだ今現時点では昼飯前なんでまだ来てないんですけども、まあ、その時間帯に来るんですよ今日。あれ、この映画自体は1989年、まあ、結構前です。この時に今のもう未来予想図がすごくできてて、今現段階で実現されてます。その実現されてるのをパッパッパッと紹介していきたいと思います。まず一つは大型薄型テレビと、テレビ電話、まあ、これは実現されてます。次、タブレット型の PC、まあ、これはスマホ、これはもう実現されてます。次、メガネ型のコミュニケーションツール、まあ、これはなんか Google で一時メガネのなんかスカウターみたいなので、まあ、実現されてるから、これもほぼ実現されてるでしょう。で、次、3D 映像の、ポログラフィティディスプレイ、まあ、これは裸眼で 3D 見れるやつもあるんで、これも実現されてると思います。次、自動靴紐調整機能付きのスニーカー、もうこれも実現されるのかな。次、自動乾燥機付きジャケット、これはないということです。次は空飛ぶボード、マイケル・J・フォックスといえばこのスケボスケボーで、まあ、2からホバーボードに乗ってあちこちビュンビュン飛ぶんですけども、これは実現はされてません。あ、実現されてるわ。もう日本、そうそう、ほんまや、日本発売決定ということで、値段は170万円。すごいな。まだまだ我々庶民には買えるレベルではない。最後は空飛ぶ車、ホバーカーということで、これは当分実現は無理でしょう。試験飛行は成功してます。試験飛行、まあ、空飛ぶ飛んでます。ということで、ざっとですが説明していきました。今日の晩はこのバックトゥザフューチャー2を見ながら、ワインを飲みながら、家族で語り合いながら見ていきたいと思います。ケイジでした。ワン、ツー、スリー、フォー。テーテーテーテレレレレレテレレ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